兄ちゃん、入るね。お兄ちゃんに、ダイブ。お兄ちゃんの匂いがする。入るわよ。お兄ちゃん、昨日貸した札束で友達を作る方法の本、返して。あんた何やってんのよ。何って、見たらわかるじゃん。お兄ちゃん成分を補充してるの。うわ、きっしょ。毎回思うけど、あんた頭大丈夫？お兄ちゃんは私に踏まれて喜ぶような変態よ。そんな変態成分補給するあんたも変態ね。お兄ちゃんってほんと変態よね。妹に抱きつかれてニヤニヤしちゃってさ、バッカじゃないの。気持ち悪い変態。お兄ちゃん何イチャついてんの？お兄ちゃんは私のものだよね。何ののしられてニヤニヤしてるの？刺すよ。ねえ、何ニヤニヤしてんのよ。変態。お兄ちゃん、本当に人間として、腐ってるわね。お兄ちゃん、私とこいつ、どっちが大切なの？ののしられて喜んで、私が抱きついた時より喜んでる。まさか、こいつのが大切とか、言わないよね。ねえ。あんた、何嫉妬してんのよ。あんたの頭も狂ってるわね。うるさい。お兄ちゃんは私のもの。邪魔ばかりするなら、家族でも容赦しない。あんた、スタンガンなんてどっから。うるさい、苦しめ、悪魔女。シャレになんないわよ。お兄ちゃんも見てないで止めなさいよ。はあ？これのどこが姉妹の喧嘩に見えるわけ？本当に頭腐ってるわね、この役立たずのゴミ。私のお兄ちゃんに近づくな。実の妹にスタンガンを向けるとか、兄弟揃って狂ってるわね。待ちなさいよ。何？もっと平和的に話をしたらいいじゃない。とりあえずスタンガンをしまいなさいよ。わかった。それで平和的な話って何？耳かきよ。は？なんで？お兄ちゃんは毎日耳かきをして感じる変態。なら、私とあんたで耳かきして、お兄ちゃんにどっちがいいか決めてもらえばいいのよ。何それ、変なの。お兄ちゃんもそれでいいでしょ？このままじゃ、部屋が血の海になるわよ。ほら、変態お兄ちゃんがいいって言ってるんだから、いいでしょ？仕方ない。やる。それじゃ、やってくわよ。絶対に負けないもん。お兄ちゃんは私のもの。ほんと、スイッチ入ってる時と全然違うわね。
加機はどうなのよ。そう、気持ちいいならいいのよ。じゃあ次はドンテンでやってくからね。あ、ずるい。私もモフモフする。どっちが良かったか決めてもらおうじゃない。私だよね。ね。は？どっちも良かった？勝負だからどっちかだよ。お姉ちゃん。うん。男ならスパッと決めなさいよ。この変態。なんですぐに決められないの？なんで私を選んでくれないの？人の気持ちも知らないで、この鈍感、変態、バカ、くたばれ。なんで？ねえ、なんで私じゃないの？こんなにもお兄ちゃんが好きなのに、愛してるのに。ニヤニヤしてないで何とか言いなさいよ、クズ。お姉ちゃん。何？こいつ、縛り上げて。最高。監禁、束縛。へへへ。私たちの気持ちを踏みにじるクズ。味わえ、私のスタンガン。苦しめ、電圧最大。